トゥーラ風プレアーニク。おし型を当てて成形するタイプのもの。プレアーニクは、小麦粉を主体とする生地で作るロシアの焼き菓子の一種で、風味付けのために蜂蜜、クルミ、レーズン、果物やベリー類のジャム、各種スパイスを加えて作るものである。レープクー空ンや、ジンジャーブレッドの一類形であり、一般に長方形ないし大円形の板状の形をしていて、上面には、 えや図版が刻印してある。プリア肉は、祭日のみに作られていたわけではないが、祭日のシンボルとなっている。プリア肉といえば、トゥーラ氏のものが有名で、サモワールや武器と同様に同志の名物となっている。チェコの街パルドビツェのプリア肉も、花肌有名である。プリア肉の語源は、形容詞、から来ている。この単語は、スパイスや、 香辛料を意味していたの語をもとにしている。プリアーニックの歴史は古い時代に遡る。その発祥は新石器時代にすでになされた人類の最も偉大な発見であるパンと不可分につながっている。プリアーニックの原型である蜂蜜入り丸パンの風味付けに加えられた香辛料に関する最初の文献記録は紀元前350年頃のものである。 すでに古代エジプト人はこれらのスパイスのことを知っていた。古代ローマの市民には、パーヌスメリトゥスすなわち蜂蜜を塗って焼いたパンは、馴染みのあるものだった。蜂蜜入り丸パンは、歴史的には、レープ空編の名でも知られている。今日我々に知られているスタイルのものは、はじめは、ベルギーのディナンで考案されたものである。ロシアのプリアーニクは、9世紀頃にはすでに、 存在していたが、当時は、と呼ばれていた。それらは、ライム麦の粉を、蜂蜜や果物の汁と混ぜたものであり、その上これらに含まれる、蜂蜜の量は、他のすべての材料のほとんど半分にもなった。やがて、ミエドービーフレープには、野草の葉や根が加えられ出すようになった。12から13世紀になってルーシに、インドや金郊から運ばれてきた。 異国風のスパイスが現れ始めた頃になると、ミエドービーフレープの代わりに、プリャーニクの名称で呼ばれるようになり、この時点で実際上、今日我々が知っているような甘い菓子のスタイルに、まとまった。ロシアのプリャーニクの味付けの多様性は、生地による部分もあるが、言うまでもなく、スパイスと副材料によるものである。これらのスパイス類は昔、スホーイドゥーフと呼ばれていたもので、 その中でも一番よく使用されているのは、黒胡椒、イノンド、頭皮、レモン、ハッカ、バニラ、生姜、アニス、ウイキョウ、ナツメグ、チョウジである。18から19世紀には、プリアーニクの製造はすでに、ペルミ、アルハンゲリスク、クルスク、ハリコフ、リャザン、カルーガ、トベリ、ブヤジマ、トゥーラ、ノブゴロドで繁栄していた。トベリのプリアニク職人たちは、 ベルリンやパリやロンドンにも店を構えていた。プリアー肉にデザインを施す方法には、押し型を当てる方法、抜き型で抜く方法、浮き彫りを施す方法の3通りがある。押し型を当てる方法は、最も普及している方法で、以前は、硬い種類の木材から作られた、プリアー肉用の硬板を利用していた。抜き型で抜く方法は、 金属製の型を用いて生地から型を抜くもので、最も簡単で成形しやすい方法である。浮き彫りを施す方法は、最も古くから、ある方法で、とりわけ北部地方で普及していた。この他のロシアにおけるプリアーニクの、地域的バリエーションとして、小鶴りがある。小鶴りは、アルハンゲリスク地方で大変人気があり、北方地方のシンボルの一つとみなされている。 現代風の小鶴は、作成方法で分類すると、型抜きしたプリャー肉に近いものに分類できる。小鶴王の生地には多様なレシピがあり、またしばしば家族内で10周年記念日を祝うのに、所蔵もされる。小鶴の生地に、特徴的な材料として、地上音化があるが、これは、砂糖のシロップを、琥珀色から褐色になるまで、カラメル化したものである。小鶴は、 大抵、いろいろな着色料を加えて泡立てた卵白で、エアジを描き、華やかに飾り上げられる。以下は、トゥーラ風プレア肉の作り方である。柔らかくしたバターに、蜂蜜と卵を加え、入念に混ぜ合わせる。重曹と一緒にふるった粉と、水を加えて混ぜ、生地を作る。フィリングを作る。ジャムを砂糖と一緒に煮て、濃くなって流れなくなるまで十分煮詰める。 生地を薄く伸ばして2層に折りたたみ、その間にフィリングを挟む。非常に熱いオーブンに1から2分間入れる。一旦冷まし、熱いオーブンでさらに5分間かを通す。再び冷まして、砂糖のアイシングを刷毛で塗る。より、ありがとうございます。